もか。純也の言ってた通りすごく。それにさっきオイラたちのことを見てなかったか。うーん、オイラの見間違いだったかも。来るな、俺に近づくな。もう剣はやめたんだ、許してくれ。見ての通りです、八重様。土門さんはずっとこの状態です。かつて彼に負けた人が周りで自分を罵っているようで、とても苦しんでいます。八重様、師匠は邪気に取り憑かれたのでしょうか。師匠は以前このような感じではありませんでした。師匠は昔どんなことがあっても笑っていた。残念じゃが、何時らの師匠から邪気は感じられぬ。そんな、ではそう、自らこのようになった。巨大な重圧に耐えかね、心は崩壊、精神も傷つき、最後には発狂する。水に落ちたもののようにあがけばあがくほど暗く冷たき深海に落ちる。原因はおそらく神の目を失ったことじゃろう。神の目を奪われるというのは願いを奪われることと同じじゃ。願い、しかし八重様、願いを奪われたというのなら師匠は一般の人に戻るだけなんじゃないですか。どうして発狂なんて。何時らの流派、明鏡止水流と言ったか。いいな、じゃが今のこの世の中、本物の明鏡止水などどこにもあらぬ。冷静に興味ないと自称する者は弟弟子に破られ門下を去る。年配の剣術家は怒りを抱き、自身の教え子に勝負を仕掛ける。では雑念がないように見える者がその手で自身の師匠と兄弟子を負かした時、本当に何も感じぬと思うか。八重様のおっしゃる意味は。剣の道とは千変万化、剣術で天下一を取ることは凡人にとってたやすいものではない。その手に剣を持ち、他者の夢を打ち砕いていく必要がある。たとえそれが彼の近くにいる親しいものであろうとも。故に天下一を取るという願いに執着し、苦しみを一時的に忘れることで先に進むことができたのじゃろう。その願いが失われた時、彼は自分を否定し始め、恐怖にもがく、そしてこのようになる。そう、あの未熟なわらわの友人のように。師匠は早く八重様に礼を言って帰るぞ。うんうん、奪われた願いを弟子たちに受け継がせる。これで解決したよな。旅人さん、お待ちを。八重様からお話がございます。やはりわらわの気のせいじゃなかった。異郷から訪れる風、この海域に新たな望みを吹きつける。わらわたちの出会いは少々早すぎたかもしれぬ。じゃが何時がこの島を訪れた時期はちょうどよかったと言えよう。わらわの期待に応えられるよう励むがよい、わっぱよ。うん、あの八重様って人、お前に興味津々みたいだな。不思議なやつだな。さっき言ったことの意味は、これについてはまた今度話そう。今は早く戻って彩香に報告しようぜ。さようなら。